ございます。 GPS を測位しました。はい、皆さんこんにちは。現在ですね、仙台港の方に、来てます。さっきからですね、ちょっとフェリーに車が積まれていくのを見て、ちょっと面白いなと思って見てたんですけど、モーターブルがですね、やっぱ港なんでね、この先踏切です、ご注意ください。トヨタの車だったり、ホンダの車だったりですね、日産もですけどね、いろんな車がこの仙台港にいつも止まってるんですけど、よく新しい車なんかですね、新車なんか出た時なんか見に来たりするんですけど、結構ね、仙台港車止まってるの見ると面白いんですよね。まあ、今度自分の車の話になっちゃうんですけど、この間レガシーはですね、オイル交換してきたところです。だいたいいつも5000キロから半年ぐらいでですね、どっちか来たら交換してる感じなんですけど、今回もだいたい車検の時にオイル交換して以来やってなかったので、それだいたい半年で、距離もだいたい5000キロ行ったんで交換してきたんですけどね、オイル交換でそんな変わんないと思ったんですけど、結構変わるもんですね。なんか割とスムーズというか、エンジンの音が静かになったというか、な感じですけど、まあもう一台のこの N1 はですね、だいたい12月に納車して、今現在ですね、4月の中、もうちょっとで半年になるところなんですけど、最近は N1 の方で行動することが多いんですけども、やっぱりいい車ですね、 N1 はね。軽自動車に乗ってる感じじゃないですね。このちょうど今正面の信号機のある右側にですね、ホンダのモータープールがあるんですけど、ここにね、ホンダの車いろいろ止まってるんですよ。まあフィット3が止まってますけどね、だったりベゼル、あとはオデッセイとかですね、止まってますけど、うちの N1 もですね、ここに納車の前に止まってたんですよ。あ、いたいたなんつって、ね、言ってたんですけど、最近はこのモータープール、やっぱ N1 だんだんね、少なくなってきましたね。今フィットとかベゼルが多いですね。 N1 の数はやっぱ減ってますね。で、左側にあるのがトヨタの方なんですけど、今アクアとかカローラとか止まってますけどね。モータープールがね、いろんなメーカーの車がね止まってるんで面白いんですよね。この辺は日産とかもあってね、面白いですけど、で、今から通るのが、この間ちょうど2月でしたかね、仙台モーターショーがあったんですけど、その会場なんですけど、ね、そんなに大きくないんですけど、仙台モーターショーって大体2日ぐらいしかしないんですよね、いつも。で、今年も2日だけだったんですけど、3日4日ぐらいにしてくれてもいいような気するんですけどね。展示場が右側にあって、東京インテリアだったりカインズホームだったりですね、いろんな店がある場所なんですけど、休日になるとここすごい混むんですよ。平日だとね、トラックとか多いんですけど、休日はですね、すごい並びますね。
構釣りに来てる人もいるみたいですね。なんかね、僕の方でちょっと釣りをしてます。昔はよくこの辺で釣りしたことあったんですけども、震災の後あんまりやれる場所少なくなったんでね、来ないですよね。あ、今いますね、結構ね、投げ釣りをしてる人がいますね。結構釣れるんですかね。向かい側にあの見えるいっぱいコンテナがあると思うんですけども、ずっと先にですねコンテナがいっぱいあるんですけど、これが震災の時に津波でですね流されて、ずっと向こうにある、ずっと向こうにですね、まあ砂浜とかあるんですけど、そっちの方にずっとね流されてきましてね、砂浜にあのコンテナが打ち上げられてましたね。今フェリーにですね、車、トヨタのアクアとか、まあ、さっきはカローラなんかもいましたけどね、結構運ばれてってますね、どんどんね。あ、カローラが行きました。カローラが今次々とね運ばれてます。まあ、宮城県でですね、トヨタのカローラだったりとか作られてますけども、大平っていうところでね確か作られてたと思うんですが、まあ、それが今から、この名古屋って書かれたフェリーに乗せられていくようです。まあ、今日はですね、ブラッド仙台港でちょっと時間があったので、来てみたんですが、まあ、比較的自宅からの仙台港近いので、いつでも来れるんですけど、今日は軽くですね流してみました。またですね N1 の動画だったりとか、まあ、レガシーの動画もですねアップしていきたいと思います。まあ、今日はこの辺で失礼したいと思います。